おう、先生。おう、ゆき、おはよう。今日は電車か。今日はパパがお仕事だったから車で送ってくれなかったんだ。忙しいとよ、パパ。何の仕事しようと。高層？高層？高層ビルの清掃か。そう、戦争。おう、お前。清掃じゃなくて清掃だったよ。ちょっと狭いな。詰めてくれ。やだよ。畜生。なんで詰めるぐらいできんだ。だってまだ僕は将来があるし、いっぱい指を使うことだってあるんだよ。誰だと思ってる？俺、ただの高校の教師よ。役員じゃないよ。指詰めろじゃなくて、席を詰めろって言う。それは、席を切り刻んだな。どこで育った？さっきから発想が役じゃない。やばい、ケーキ持ってくるの忘れた。おー、何してんだよ。さっきからこいつアホすぎるやろ。ママ、これじゃ降りれないよ。ああ、もう。今日娘の誕生日なのに、ほら、1000円やるよ。本当に？ありがとう、先生。たく、俺には請求じゃ、娘に誕生日にケーキも買ってやれねえのか。あ、電話だ。もしもし。この学校の理事長ばやってるものですだ。理事長？今回あんたに昇進の話があるごたえやけど、校長になる気はあるとや。校長に？なります。給料上がりますよね。そりゃバサリが上がるべ。絶対なります。うん。バッテン条件あるっちゃけどね。条件？次のテストであんたが担任しているクラスの平均点が90点出せたら、昇進させちゃう。平均点90点？天下の加護高校の生徒ばい。できるけん安心しておき。ああ。俺の天才的な授業を持っていれば経験で90点は余裕だ。ただ問題が、ドッキリドッキリ、どんどん不思議な力が湧いたらどうしよう。こいつはめちゃくちゃアホだ。こいつを何とかしないと昇進は無理ってことか。果たしてもつ鍋は娘のために昇進できるのか。よし、休憩。次のテストの対策する。はい、先生。まずこのシダ植物の名前は、ガンダメ。あ、これは本当にダメだから。で、次の問題、この微生物は何？あ、それ僕知ってるよ。大変。おお、じゃあ答えろ。長谷川俊介。あったかくないよ。それ芸人のクマムシだ。うん、まあクマムシなんだけどね、こいつ。僕テストで90点取れるかな。いや、正直アホすぎる。もっと厳しく指導しないとダメか。もっと勉強しろ、クソガキ。僕だって勉強してるのに。終わって高校入ったもん。あ、親のコネで。でしょうね。親どこまで力ある？こんなアホをこのテカの顔高校に入れるぞ。パパはすごく怖いんだ。じゃあさて、家庭訪問の家からパパにお前の成績チクろうかな。黙ってもクソしてくのはこのメガネ。お前頭蓋骨、お前複雑骨折しょ。お前その脳みそにミソ菌流し込む。言い過ぎる。普段可愛いのに怒るときめっちゃ怖いやん。まあそれが嫌なら家庭訪問までにちゃんとテスト対策しよう。僕頑張る。しかしアホすぎる。テスト来週がさ、これ昇進無理か。先生、僕に任せてよ。いや無理やろ。おい、まあ信じてみるか。俺絶対昇進させてくれよ。はい。じゃあこれ宿題だ。明後日までにやってこい。よーし、あいつもさすがに点数取れるようになった。これは昇進かもな。あった、給料上がるぜ。じゃあ貯金崩して娘にケーキでも買うか。よっしゃー、ちょっと高かったけど、娘のためなら給料も上がるしね。娘喜ぶから。あっ、ごめんなさい。はい、これ高級ブランドポッチョツーツーのクルー。結構スパスパ。この怖い人、もしかして役？俺よ。ヤクザの服にケーキこぼしちゃったってこと？ケーキどうすんねん。お前財布残せ。グルー。今日娘の誕生日で。だったから、なんだこれ。渡したら娘の誕生日ケーキ買い直せないよ。そうか。じゃあ渡せ、グルー。最後の、いや絶対渡しません。娘のために。はい、渡せ、カオコヨコのおついせ。なんで俺の名前を。まあお前が渡さんでも力で奪えばいいだけよ。そんな。じゃあこの財布に金を。そんなー。いれば。最後のこいつ、もしかして金奪うためじゃなくて金入れのために財布奪ったってこと？ケーキ俺のせいでくれなきゃね。ヤクザは義理は忘れねえ。義理って、あなた何も知ってますよ。僕が誰だか知らないんですか。高校の名前知ってたのって、もしかして先生、僕あなたの教え子の和俊です。ああ、誰？嘘。え、お前俺のこと覚えてる？嘘、あの和俊か。違う。あの陰キャでいつもクラスの恥っていうか、クラスの恥というか、一緒にクラスの恥というか。言い過ぎる。悪口で陰踏まんでくる。てか、カソシ、ヤクザになった。え、そうで、ぐるるるるマジか。タバコ吸うようになってからに。あ、いや、これ、ここはしがれ。ここはしがれて。てか、スーツ汚しちゃったけど、大丈夫？委員長に会うだけじゃ、僕。委員長って、組長やろ。は？組長って言ったっちゃ。いや、言ってなかったって。じゃあ、録音聞くか？なんで録音した？いや、ヤクザあんまネチネチしたことすんねん。まあ、とにかく、先生が困った時はいつでも駆けつけず、ぐるるる。頼りになるな。いつでも呼んで、先生のためなら何でもすぞ。いい味方できたぜ。ゆうき、おはよう。おはようでやす。おはようでやす。なやつの記者の教官選手一郎。先生知らないの？ YouTuber の東亜。東アジア。いや、それ東亜じゃなくて東亜で。東アジアだから、それ。で、お前宿題やってきた？やってきたよ。偉い？偉い。やったやった。よし、じゃあ採点してみよう。どれどれ。お、すごい。やった。すごい。すごいこれ。やったやった。全部間違ってる。せ。終わりや。娘よ、ごめん。昇進無理だ俺。ああ、僕頑張ったのに。待てよ、あいつがいなくなれば
平均点は今日の家庭訪問でパパにチクられるよ。家庭訪問に転校するように仕向けるか。あとヤクザの味方もできたしな。よし、絶対昇進するぞ。給料上げて娘にいい生活をさせる。あらわー、今日は家庭訪問をお願いします。はあ、はい。息子はどんな感じですか。どんな感じもね、あんまアホすぎですよ。親の顔が見えみたい。おっと、ぶっすー、だいぶ言ってくれるじゃん。あのさ、もう教えるの大変なんだよね。はっきり言うわ、学校やめてくれ。ああ、やめてほしい。あんたこれで息子を高校に入れたんだろ。迷惑なんだよ、ボケ。あんまり勘違いすんなよ。ママに言いつけるぞ、貴様。かわいい。雰囲気怖いのに言葉かわいい。さっさと家庭訪問終わらせようや。だけどおかしいわ、お茶は。家庭訪問の時にそのやつは常識やろ。ああ、どうぞ。はい。なんだこいつ、おかしいわねえのか。俺様の大好物のいちごショートケーキ。かわいい。なんでお前がいちごのショートケーキ好きなんだ。ああ、ちょっとトイレに。今かよ。じゃあ、ゆき、お前が持ってこい。先生、こちら。あっ、やばい、家庭訪問で先生にケーキぶつけちゃった。このスーツいくらだと思ってんの。ごめんなさい。ちょうど家庭訪問だし、パパに弁償してもらおう。お願い、パパにはこのこと言わないで。お仕事で大変だから迷惑かけたくないんだ。じゃあ、お前が5万弁償しろ。5万も持ってないよ。パパに責任取らせるぞ。殴ったらギリ、失神させれるかな。おい、暴力で解決しようとしてる。じゃあ、俺も。何？俺の教え子、ヤクザなんだよ。ヤクザ？呼んだらすぐ来てくれるけど、どうする？どうする？すぐすぎる。だからむしろ呼んでない。カズシ、こいつ殴っちゃってよ。オッケー。シャー！誰か助けてー。どうしよう、お前ら。パパ来ちゃった。もう終わりだ。何で？カズ、お前も泣く。あ、殴れ。息子さん殴るわけねえじゃん。どうした急に。あの人の息子ってことは、この子の家は、ここ？家庭訪問ですよ、家。ここはただの家じゃない。この場所は、まさか、ヤクザの事務所じゃん。わかりました。もしかしてじゃあ、ゆうきのパパは？ああ、組長です。悪い、わしな。てめえ散々言ってくれた。どうした？息子がアホ。どうした？お前、陰気上がれて舐めとったやろ。どうした？態度悪いの、貴様。どうした？そうでした。目話聞いてない。てめえマジ潰す。終わりや。まさかヤクザの組長に悪く聞いてたなんて。どう調理してやろうか。肉片とカスの確定ない。俺もうすぐもつ鍋じゃなくて、かつてもつ鍋だった肉になる。息子バカにされるのが一番嫌いなんじゃ。ただ娘のために給料あげたかっただけなのに、なんでこうなっちゃうの。潰してやろうか。すいませんでした。もう潰して、その汁を抽出して、その汁をお前の娘に飲ましちゃおうか。もう脅し方がキモい。もういい、バラすわ。やばい、バラバラにされる。バラするんですか。バラバラにされたくないよ。ドッキリ大成功。どういうこと。実は俺たちヤクザじゃないんだ。じゃあ誰。どう喧嘩してあんたの素性が探ろうかと思ってね。この方言、理事長。そう、ヤクザじゃなくて理事長だよ。助かった。助かってないよ。俺理事長に暴言吐き言ったってこと。そう、息子の勇気や部下の風土じゃん。君が学校の校長にふさわしいか試してたんだよ。だからあの時録音してたのか。あ、ずっとホームフリしてるの疲れない。終わりだ、娘よ、ごめん。悪口言うのはよろすったい。娘のためね。そうです、俺も息子ばおるけんね、気持ちわかるだい。ってことで君の昇進を認める。やったー。いや、かつてか先生、俺が学生だった子結婚したことなのね。いつ結婚したんですか。おい、結婚はしてないよ。え、あ、娘ってパパ活の方の娘ね。あ、やっぱ昇進取り消しで。じゃあ俺ら昇進取り消しで、昇進証明、昇進意気昇進ってこと。昇進もう一回言わず。いや、いいんじゃない。いいんじゃない。どうやったの。何こっちの冒険見んやつだろ、お前。